にちは、バドミントントレーナーのゆうこです。今日もバドミントン体塾始めていきます。よろしくお願いします。今日はバドミントンと目に関する話をしていきたいと思います。速いスピードのシャトルに対してなかなか反応できない、私ってなんか空間把握能力が低いのかな。バドミントンはすごくスピードの速いスポーツですし、ラケットっていうこうね道具を持つので、シャトルまでの距離を測るのもすごく大変です。特にねこう大人になってからバドミントンを始めた方は、さっきのような悩みで悩んでる方も多いのではないかと思います。今日はそんな悩みがある方に向けて、目を鍛えることでバドミントンの競技力をもっとアップしていこう、そんなお話をしていきます。そもそも目の能力ってどういうことを言うでしょうか。専門用語だと視覚機能なんて言います。視覚機能って最初に思いつくのは視力ですよね。目がいいのか悪いのか、遠いところが見えるのかどうか。ただ視覚機能というの中には視力だけではなくって、こんなことも含まれています。1. どのくらい明確に見えるか、これが視力です。 2. 目を動かす力。 3. 距離感を判断する力。 4. 周辺視野。この4つに分けられます。1つずつ説明していきますね。 1. どれぐらい明確に見えるか、これは先ほどお話ししたように視力で表すことができます。 2. 目を動かす力、これは眼球を動かす能力という形になります。試しに皆さん眼球動かしてみましょう。意識して動かすと結構疲れますよね。つまりこれも筋肉と同じようにトレーニングすることで動きやすくなったりするということです。速いシャトルを捉えるにはすごく大切な機能になりますね。 3. 距離感を判断する力、これも目の能力の一つです。自分が思っている距離と実際にシャトルがある距離が合っているのかどうか、目のピントをちゃんと合わせれるか、こんなようなイメージです。これも訓練が必要です。 4. 周辺視野、これは自分の目の見える範囲が広いかどうか、これに当たります。顔を動かさなくても目を捉えられる力、物を捉えられる力、これが周辺視野という形です。先ほどお話しした視覚機能では、これがバドミントンのパフォーマンスアップにどのようにつながっていくのか説明していきますね。目だけじゃなくって鼻とか耳とか、よくこう五感とか呼ばれるものですね、これを感覚器って言います。五感を研ぎ澄ますなんていうように、私たちはこの感覚器を使ってまっすぐ立つとか、まっすぐ走るとか、自分が安心した状態で運動を行っています。例えば目をつぶった状態で歩くとすごく怖いですよね。目から入ってくる情報がシャットダウンしてしまうだけで、私たちの体はこう緊張してしまったりとか、思うように動かなくなってしまう、こんなことが起こりうるんです。逆にこの感覚器の機能が高いことで、スムーズに体が動かせるようになったり、パフォーマンスアップにつながると言われています。なので、なんか自分が思ってるプレーと実際に動いてる体の状態がなんか違うなぁなんて思う方は、もしかしたら何らかのこう感覚器が不具合が起こしている、そんな場合があるかもしれません。今日はこう目に焦点を当てて話をしていきましたが、これが鼻なのかもしれないし、耳なのかもしれないし、こうそれは人によって変わってきます。では最後に、目を鍛えるトレーニング、簡単にできる3つをお伝えしたいと思います。では行きましょう。はい、こんな感じで手を伸ばして片方は目の近くにやります。奥の指、手前の指を交互に振ります。これで距離感を鍛えていきます。ちょっと斜めからも、ありがとうございます。できる方は早くやってあげるといいですね。顔が動かないように、私は動きますけど、やれると素晴らしいです。はい、2個目は、目の横のところギリギリまで見える範囲に指を置いて、その状態で顔を動かさずに左右に指を見ていきます。私は口が動いちゃいますでこれも早くできる方は早くやってあげましょう。はい、最後、速いスマッシュになれるために指を自分の目の近くに近づけていきます。遠くから近くに、はい、で全部の場合でちゃんとピントを指に合わせるように、寄り目になっていればいいです。すごい難しいです。寄り目にちゃんとなっていると両方の目を使ってピントを合わせていることになります。
なってるかも。なってますね。あ、よかったです。はい、皆さんやってみてください。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。